はい、どうぞ。ミキヤ先生、本日もお願いいたします。はい、お願いします。インスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問です。はい。私は以前高須クリニックさんではない大院の美容整形クリニックで二重切開の手術を受けました。その時、手術中に担当の先生は助手の看護師さんに、おい、ボケっとするな、ちゃんと仕事しろ、手術の邪魔するな、余計なことするな、などとずっと怒っていました。私はそれを手術中に聞いていて、すごく怖かったし、嫌な気分になりました。怒られていた看護師さんもかわいそうでした。高須クリニックさんでもこういうことはありますか？ミキヤ先生はどう思いますか？とのことです。はい、わかりました。僕に関してはですね、もうないですね。手術中に、助手でね、看護師がつくことが多いんですけど、それで、おい邪魔だとかね、おいやめろとかね、怒ったりとか怒鳴ったりっていうことはですね、ないですね、基本的に。で、そういうことをやる医者がいるかどうかなんですけど、それはやっぱね、医者によりますね。高須クリニックの僕以外の医者もですね、基本的にその局所麻酔の手術中に患者さんが意識あるのに、看護師をね、怒鳴ったりとか、そういうことはね、ほぼないですね。やっぱり軽く注意するとかぐらいは、他の先生はね、あるかもわかんないけど、僕に関してはですね、手術中に怒鳴ったり、激しく怒ったりっていうのはないですね。軽く注意したりっていうレベルのことはね、それはありますけれど、患者さんがびっくりしちゃったり、怖がるほど激しく怒るってことはしないですね。はい。で、基本的に手術っていうのは、もう真剣勝負なので、手術中にその助手に対して怒ったり怒鳴ったりする医者っていうのはですね、現実的には世の中にはいます。で、どっちかっていうと美容整形の手術ではそういう医者はね、比較的少ないですね。普通の外科、お腹の外科とか脳外科とか心臓外科とか、病気を治す普通のお医者さんの外科の手術の方が手術中に怒鳴ったりっていうことは美容外科の医者に比べると多いですね。それなんでかっていうと、その美容外科じゃない、脳外科とかね、消化器外科の手術っていうのは、ほぼ全部ね、全身麻酔なんですよね。局所麻酔の手術もあるけど、大部分が全身麻酔なんです。で、全身麻酔なので患者さんは意識がないんですね。なので手術中に助手を怒ったり怒鳴ったりしても患者さんは全く聞こえないし、わからないわけです。なのでその患者さんを怖がらせるってことはないです。なので美容外科以外の、手術だったらありますね。やっぱり手術っていうのは真剣勝負であって、医者は患者さんの命を預かってて、体にメスを入れて出血もするし、非常にハイリスクなことをやってるので、もし助手がおかしなことをやってたらその場で怒ってね、注意するのは当たり前のことです。それは指導してるわけなので、そういうことがあるのは当たり前なんですけれど、で、美容整形だとそういうのってあんまりないんですね。で、僕に関してはもうほぼないわけですね。で、なんで僕は手術中に助手を怒ったり怒鳴ったりっていうことがないかっていうと、理由はね、主に3つありまして、まず1つはね、やっぱりさっき話した通り、局所麻酔の手術が多いからですね。患者さんの意識があるわけです。全身麻酔の手術もあるんですけど、多くが局所麻酔の手術なんですよ。目の手術とか鼻の手術とかね、口の手術とか、あるいはヒアルロン酸注射とかサーマクールとか、局所麻酔とか、あるいは照射系の治療だったら麻酔自体もしないわけです。で、患者さんの意識があるので、その状態で助手に対して、おいちゃんとしろ、邪魔するななんて言ったら、やっぱり患者さんも嫌な気分になるわけですよ。自分の顔とか体を治療してもらってるのに、高いお金払って治療してもらってるのに、治療中にね、怒られてる、じゃあちゃんとやってもらってないのね、私はちゃんとしたスタッフがついてないのねって怒ったり不満を持ったり不安になったりするので、なので手術中、治療中は怒ったり怒鳴ったりというのはしないようにしてますね。あとは美容整形の患者さんって、みんながみんなそうじゃないんですけど、精神が病んでる人が多いんですね。例えばうつ病の方とか、パニック障害の方とか、
まあ、精神科とか心療内科にも通院中とか、抗精神科のお薬をね内服中とか、そういう方がね多いんですね。なのでやっぱりうつ病の方とかパニック障害の方って被害妄想が強い方も多いんです。でそもそも美容整形の手術をしに来る方っていうのは自分の顔や体に強いコンプレックスがあるので、まあ、それにメスを入れたりとか注射して形を治そうと、そのハードルを超えてるわけなので、やっぱり自分の体にですねコンプレックスを持ってる、で被害妄想も強いっていう人が多いんです。なので局所麻酔で手術中にですね、もう邪魔だとちゃんとやれとか怒ると、患者さん的にはですね、今のってやっぱ失敗されたのとか、これさっきの起こったからそれによって私の手術の仕上がりが悪くなるんじゃないのって、仮にそうじゃなかったとしてもやっぱり被害妄想が強い方ってそう思っちゃうんですね。そうすると手術終わった後に私は失敗されたんじゃないかってすごい不安になって、もう何回も何回も電話したり何回も何回もメールをですね、一日何十通もメールをクリニックに送ってこられたりとか、そういうふうに不安になっちゃうっていうことがあるんですよね。なので基本的に美容整形の手術とか治療中って局所麻酔とか意識がある患者さんの意識のある状態っていうのはネガティブワードっていうのは一切 NG なんです。例えば「あ」とか「あ、しまった」とか「あ、やっちゃった」とか、そういうのはですね絶対喋っちゃダメなんです。何かレーザー当ててて「あ」とか言うとですね、失敗されたのってやっぱり患者さんって思うんです。みんながみんなそう思うわけじゃないですけど、やっぱり被害妄想が強いっていう方が多いんです。仮にその治療とか関係なくて、今日昼ご飯買っとくの忘れたで、あってでも、その「あ」でもやっぱり自分の治療を失敗されたって患者さんは思う方が多いんですよね。まあ、そういうネガティブワード以外でも、例えばコソコソ話とかも NG です。患者さんがここで手術を待ってて、そのちょっと離れたところで例えば看護師とかスタッフがコソ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 話してたり、あるいは患者さんの目の前で耳で手当ててコソコソって喋ると、あ、私の悪口言われてるとか思うんですよ。まあ、それ以外でも、あとおしゃべりも禁止ですね。患者さんが待ってるのにそのそばで例えば看護師とか医者がおしゃべりしてて笑い声とかが聞こえると、患者さん的には私の顔のことを笑ってるんだって、私バカにされてるんだってね、やっぱり思うんですよ。全然違う話で盛り上がってて笑い声がね聞こえてても、私の顔がおかしいのを笑ってるんだとか、その私が相沢エミリちゃんみたいな顔になりたいって言ったのを聞いてそれでバカにして笑ってるんだとか、そういうふうに被害妄想を持たれる方が多いので、なので笑い声とかコソコソ話とか NG あれですね、ネガティブワードっていうのはもう美容整形では絶対 NG なんですね。まあ、そういう理由で、まあ、手術中に怒鳴ったりとか怒ったりっていうのはしないっていうのがあります。あとはですね、理由としては、手術中にもし怒って怒鳴ったりとかすると、当然その医者はですね興奮して交感神経優位になってアドレナリンが出るんですよ。でアドレナリンが出て興奮してしまうとですね、やっぱり外科医としては冷静な判断ができなくなるわけです。手術中ってメス入れて血が出て止めて、で剥離してまた血が出て止めてとか、何かあったらすぐ冷静に対処するってね、常に冷静な心を持ってないといけないんですけど、それがですねアドレナリンが出て興奮しちゃうと冷静な判断ができなくなって手術の結果が悪くなっちゃうんですね。あとはアドレナリンが出ると手が震えます。誰でも手震えます。まあ中には手震えない人もいるかもわかんないけど、僕はですねやっぱりアドレナリンが出てもし怒るとですね手が震えますんで、なので手術中はどんだけ怒れることとかどんだけイライラすることがあっても冷静な心で怒らないように僕はしていますね。はい、あとはですね理由としてはですね、まあその看護師に対して怒鳴ったり怒ったりするとですね、まあ、その看護師が怖がっちゃって、まあ、辞めちゃうっていうこともなくはないんですよ。まあみんながみんなそうじゃないんですけど、というのはですね手術中に「こら!」とか医者が看護師を怒鳴るっていうことはですね、
昔は結構あったんですよ。その20年前、30年前、40年前とか、あの美容整形じゃない手術ですね。お腹の手術とか脳外科の手術とか心臓の手術。やっぱりあの外科医っていうのは手術中はね、あの緊張状態でピリピリしてるんで、看護師が例えば間違えた道具をですね、ポンと渡したりすると、これじゃないバーンって叩きつけてビビらしたりとかですね、まあ、そういうことって結構昔はよくあったんですよ。まあ、手術っていうのはですね、そういうもんなんですよ。それだけ緊張状態で真剣勝負してるんで、まあ、昔の医者がそれだけ手術中に切れて怒って何かものをですね、壁に投げつけるとかですね、まあ、そういうことがあったって話聞きますけど、あの今はそういう人はあんまりいないと思いますけど、まあ、そういう人がいてもおかしくないなとは、あの個人的には思いますね。僕は絶対そういうことしないですけれど、まあ、ということでですね、その最近のその20代30代の人ってあんまりその怒られることに免疫がないんですよね。例えばその小学校中学校高校でも、例えば僕ら40代とか50代とかそれ以上の人がその学生時代って、その授業中とかに先生にコラーって怒鳴られたりとか、パチーンってその金八先生みたいに体罰ね、ビンタされたりとかって普通だったじゃないですか。なので僕らとか僕ら以上の世代は怒られるとか、怒鳴られるってことに免疫があるんで、そんなにビビらないんですけど、そういう免疫がない、20代とか30代前半とかね、それぐらいの世代の人って怒るとですね、びっくりしちゃって怖がっちゃって、メンタルがちょっと弱くなっちゃってやめちゃうっていうことがあるんで、まあ、そういう理由でですね、その怒らない、まあ、時代の流れですよね。僕らとか僕ら以上に比べると、その忍耐力も若干弱い人が多いんで、まあ、そういう時代の流れもあって、その怒鳴ったり怒ったりとかしない。でもちろん明らかに間違ってることをすれば指導っていうのはするんですけど、まあ、必要以上に怒鳴ったり怒ったりっていうのはしないっていうことです。まあ、そういう理由で僕に関しては手術中に怒ったり怒鳴ったりというのはないですね。なので、この質問者さんは切開二重の手術中に医者が助手の看護師を怒ってね、気分悪かったっていうんですけれど、そのちょっとその状況を見てないから分かんないんだけど、その医者がですね 100% 悪いっていうわけではないと思うんですよ。明らかないじめとかパワハラとかマウント取ってるだけとかね、その新人いじめする医者とかたまにいますんで、そういう明らかないじめとかマウントとかだったらアウトですけれど、そうじゃなくて指導っていう形で怒ってるんだったら、その医者は 100% 悪いっていうわけではないですね。あくまで指導なので、で手術っていうのは真剣勝負であって、ものすごくリスクを抱えて医者はメスを握って手術してるんで、明らかにその助手がおかしなことしたら、手術中であってもちょっときつく怒るっていうのは、正しい指導だったら悪くはないんですけど、まあ僕はしないんですけれどね。はい、ということでございます。まあ僕に関しては手術中に怒鳴ったり怒ったりっていうのはないです。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。